お疲れ。今年の夏ぐらいどっか行きたいな。なあなあ、夏休みどっか行かへん？いいよ、どこ行く？竹の海岸行かへん？オッケー、みんなで行こう。竹の浜は平成27年環境省による海水浴場の水質調査で最高ランクの AA、 日本の渚100選にも選ばれています。そしてその竹野で民宿とダイビングを営んでいる竹野の海に詳しい田中さん夫妻を訪ねました。実はね、砂がめちゃくちゃ白くて細かいんですよ。ちっちゃい貝殻とかが細かくなってできた砂なので、水の透明度プラス砂の色でさらに外から上からとか見た感じが綺麗に見えてるっていう竹のマジックが実はからくりがあって。でも綺麗な竹野の浜にもゴミは流れ着いていました。さらに海の中にも、よく見ます。多いのはやっぱ缶とか、ペットボトルかな。あと意外と多いのが、お皿とか陶器沈んでて意外と綺麗なのとかもある日突然現れて電子レンジが落ちてたりとか、自転車が落ちてたりとか、なんかそういうのって多分人為的でしょうね。そう、陶器、家電とかお皿に関してはなんでっていう気持ちが大きいですかね。でも綺麗な海を守るためにたくさんの人が頑張っている。そこで竹野スノーケールセンターセンター長の木下さん、竹野子ども体験村村長の服部さんに伺いました。何か特別な活動をしているのでしょうか？定期的な取り組みはパークボランティアによる例えばゴミの収集、毎月日にちを決めてやってるっていうのが一つですよね。それから年に総会を3回ぐらいやるんですけど、その時には総会の前に巡視してやるというのが一つですよね。子ども体験村では流れ着いたゴミを分別し塩作り体験などに利用しています。ゴミをゴミとして終わらせない、服部さんは子どもたちにそう伝えています。記録を残しておかないと分かんないです。でその記録の方法は写真であり書いた日誌であり、記録を絶対残していく。その記録がね、何年も経つとものになる。何年の何月何日にこういう状態だったっていうのが全部分かるようになってるん でそういうふうにして記録を取ってる。どっかで、ね、役に立つこともあるので、記録を取るっていうのが一番こういう保護保全活動には大事なことかなと。本当にとっても綺麗な海岸が広がっているんですけど、それはやっぱりそういった海岸清掃をしている人たちのおかげで実は海岸が綺麗にはなっているので、そういったところも皆さんに知ってもらえたらなと思います。こんなに海が綺麗なのにはやっぱり秘密があったね。地域の人々の清掃活動によって守られていたんだ。ゴミをゴミとして終わらせないための工夫が必要だね。環境のことを考えるっていうか、その風土のことを考えて、それで自分たちで家を触って家を作って快適に暮らしていくってことは、結局その隣のことも意識しないと快適にならないっていうか、でそれがこう回り回ると森のことを考えて川のことを考えて海のことを考えるっていうスケールにどんどん広がっていくんですよ。でそうすると僕だけじゃなくて隣の人もそういう意識になってくるとどんどん良くなる。環境と一緒に育つわけだしっていうふうにこう広げて考えないと、やっぱりこれからの社会大変ですよっていう。森さんご夫婦素敵だったね。こういう考えがもっと広まればいいね。自然と共存する生活素敵やったな。神戸にいたらなかなか出会えない視点だったね。自然との共存のために私たちが今すぐできることってなんだろう。ゴミはゴミ箱へ。電気こまめに消そう。いやいや、まずは自然に触れて愛することからだよ。それだ。